皆様お楽しみ様です。北海道の今井です。今日は発注君 FX のスピード注文を使って成り行き注文と同時に、損切り注文を30ピップス離れたところに入れるということをやりたいと思います。そしてその後に、30ピップスの損切りを、40ピップス50ピップスというふうに広い方に移動しては絶対にいけないとマニュアルにもあると思うのですが、20ピップス、10ピップス、0ピップスというふうに、損切り幅を狭めたいという時にその変更方法を、合わせてやりたいと思います。まず、発注君 FX でスピード注文というのがここにあるんですけど、それを、立ち上げます。クリックします。で、通貨を選べるので、例えば5ドル円、今、こういうレートになっています。そして上の方に、決済逆差し値同時発注っていうのがあるので、それを選択します。逆差し値っていうのが、この逆差しっていうのが緑色で出るので、それを右クリックします。するとスピード注文の設定っていうのが出てくるので、ひょっとしたら他にも設定方法があるのかもしれないんですが、これをクリックします。で、設定画面になって、今 US ドル、JPY となっているので、これも、AUD JPY にします。そして、真ん中ぐらいに決済逆差し値発注設定、そして逆差し値幅っていうのがあるので、それを最初は50になっているんですが、これを30に変えます。僕はさっき変更してしまったんで、30になっているんですけど、40とか30とか20とかに変えられます。30に変えて、そして OK クリックしました。で、これで、成り行き注文と同時に逆差し値で、損切りが設定できます。今、30ピップスなので、とりあえず、20万通貨を、ロングしてみます。で、Ask の方をクリックすると、これで、ロングできました。で、逆差し値ができているかどうかを確認してみます。スピード注文はちょっと消して、注文一覧というのがここにあるのでクリックします。すると、ここにすでに AUDJPY の注文が、ここに執行条件があるんですが、逆差し値で、そしてレートが82円563でできています。ちなみに縦玉レートが 82.863 なので、そこから30ピップス 0.30引いた82円563になっています。で、これで、逆差し値注文、損切りを、同時に、入れるっていうことが、完了しました。で、次にこの損切りを、移動してみます。今30ピップスの損切りなんですが、20ピップスに狭めてみます。広げては絶対にいけません。取り消してもいけません。20ピップスに狭めてみます。で、今注文一覧のところにあるところを、これを選択してクリックします。クリックすると変更取り消しっていうところが黒くなるので、もう一回クリックすると、白く
なりそうな気もするんですが、まあここが黒くなるのでこれをクリックします。すると、今執行条件が、逆差し値になっています。で 82.563 になっているので、それを 82.663にすることによってこれで20ピップスの損切り幅に変わります。で確認画面へ行ってで注文を変更、これで通常注文変更の受付が完了しましたというふうに出てきます。で再度ここに注文一覧があるので注文レートが82.663になっていることが確認できます。以上で発注くん FX のスピード注文を使って成り行き注文と同時に損切り注文を30ピップス離れたところに置くということと、そしてその30ピップスの損切り注文を20ピップスの損切り幅に狭める、そのやり方というのをやってみました。皆様の、お役に立てれば、幸いです。で以上で説明は終了します。どうも、ありがとうございました。